はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。本日の動画は皆さんそろそろこのキーワードよく聞きませんかインボイス制度について紹介していきたいと思います。インボイス制度が導入されることによって、免税事業者、自営業の方が辛い、まあもしくはね、消費税の申告をしないといけないんじゃないかとかいう噂が回ってると思うので、そのあたりをね、分かりやすく解説していきたいと思います。はい、それでは本日の動画もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。 はいそれではインボイス制度について説明していきますこちら令和3年の10月から登録申請者の受付が開始されますまたねインボイス制度自体始まるのは令和5年からなんですけど令和3年の10月から登録申請書の受付が開始されるということで今回の動画で取り上げたいと思いますはい本日の内容ですインボイス制度って何かっていうのを簡単に紹介して今後のスケジュールどういうスケジュールでインボイス制度が取り入れられていくのかを解説しますそして次 次に適格請求書というものを発行するんですけど、この適格請求書がどういうものかについて解説します。そして最後ですね、免税事業者が課税事業者になる理由を最後に解説します。そしてまとめで対策等も話していきますので、動画最後の方までよろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、そもそもインボイス制度って何っていうことを解説していきます。令和5年の10月のの10 1月日から始始まままるる制度でですす、まあ、予定となっておりますのでもしかして したら変更や延長も0%ではないかと思います予定としては今公表されているのは令和5年の10月からスタートしますよということは決まっておりますこちらは税務署に申請をして登録することでこの適格請求書の交付ができるようになるというのがざっくり言うインボイス制度の中身になりますこれができるのは課税事業者のみです免税事業者はこの適格請求書の交付を受けることができません要は免税事業者の状態で申請をしても通らない ということですね。なのでこちらにバツとありますけど、例え課税売上高が1000万円以下で免税事業者だとしてもこの適格請求書を交付しようと思うと課税事業者のみになるので課税事業者にならざるを得ないということになってしまいます。おそらくねその点が皆さん気になるポイントだと思うんですけど、次にねスケジュールについてまず説明していきたいと思います今後のスケジュールですねこちら国税庁のね資料から持ってきたものなんですけど、登録の の申請自体は先ほど言ったように令和3年の10月1日から提出が可能になります。ここから申請その受付が開始するということですね。そしてインボイス制度自体はこの令和5年の10月1日から原則としてスタートするので、ここの令和5年の3月31日までに登録申請を提出する必要があります。ここで一旦締め切りが来るってことですね。インボイス自体がスタートするのはここの令和5年の10月1日から導入されるんですけども、この申請 申請を3月31日までにする必要がありますよということですそしてその提出が令和3年の10月1日からすることができるようになるというのが今回の内容スケジュールになりますそしてここが大事なちょっとポイントですね登録申請すると税務署からこの登録番号がもらえますこの登録番号があることが大事なんです適格請求書っていうのは一体どういう書類なのかというのを説明したいと思います的確請求書についてですこちらですねこちらもここ 国税庁から持ってきたものなんですけど、適格請求書を発行することができるようになる税務署に申請して登録することで、適格請求書が発行することができるようになります。じゃあね、1番から6番まで番号を振ってあるので紹介していきます。まず1つ目が氏名と登録番号です。これはねご自分のまあ、会社なり、自営業の屋号なりを書いてここに登録番号を載せるんですね。この登録番号が大事で、この登録番号を載せていないと、この適格請求書には該当しない。いう になりますですので 税務署に申請して登録が必要になるわけです。そして2つ目が取引年月日ですね。まあ、いつも、ね、取引をしたものかというのを書いていただいて、3つ目が取引の内容まあ、どういうものをね買ったのか仕入れたのか、まあ、請求書ですからねを書きます。そして4つ目が税率ごとの対価の額を書きますこれはねまだね10%と軽減税率の8%両方を、ね、混ざっている時期ですので、どちらがいくらのものかあれば、こうやって分けて記入をする必要があります要は10%のものと8%の 分けてて記入してくださいってことこですねそして、消費税額を記入します。こちらに消費税額ですね。何を買ったかって書いて合計いくらで、そのうちいくらが消費税ですよと、そのうち7200円の消費税のうち4000円と3200円ですよというふうに記入をします。そして6番目が取引先ですね。 でこの会社に向けての請求書なのか取引先の名前を記入するこの1から6が揃ったものがこの適格請求書というふうに呼ばれるものになりますはいそれではどうして免税事業者が課税事業者にならないといけないのかっていうところの仕組みを解説しますまず申請して登録を受けないとこの適格請求書は交付できないという仕組みです要は課税事業者でないと登録自体ができないですよっていうことですねそしてどうしてそういうふうになるかといいますと この適格請求書発行事業者以外の課税仕入れをした場合に相手先取引先は仕入れ税額控除ができないですねそうすると相手先取引先は税額控除したいですよね仕入れをしているのでその分の消費税は税額控除したいんですねそれができないということは課税事業者になってもらうかもしくはそういう風な免税事業者ではなくこの適格請求書を発行できる取引先に変更したいというようなことが 起こるのではないかということで皆さんフリーランスの方もしくはね小さいお店事業をされている方は辛いもしくは免税事業者ではなく課税事業者にならないといけないのではないかっていうのがこのインボイス制度の課題点というか今噂されているみんながどうしよう大丈夫かなっていう風うに不安に思っている点だと思いますそもそもどうしてこのね仕入れ税額控除を取引先がしたいかっていうのを簡単にね図で説明したいと思いますお店がありますよねまあ、取引先があって売上をね上げて 時に払いますよね例えばここが8万8,000円だった場合消費税は8,000円、まあ、10%だとしてねでもお店自体も仕入れもしてますよねだから例えば仕入れを2万2,000円していて消費税が2,000円ここも10%ですだった時に消費税ってこのもらった相手先からもらった8,000円といや仕入れした時に払ってる消費税があるから国に払う消費税は6,000円と計算して国に払う消費税は6,000円と という風に計算して消費税を納めるんですこれは国と地方両方入ってます確定申告書をね消費税の作る時に自動的に国に何パー地方に何パーという風に分けて払っていることになります6000円のうちをこう分ける感じですねという風になっていますですので8000円預かって仕入れ分で2000円消費税を払っているのに先ほど言ったこの仕入れ税額控除ができないとなるとこの2000円分を損して6000円でいい消費税が要は 8000円になってしまうってことですねそうなるとやはり相手先先取引先は嫌がりますよね仕入れをしてお金を払っているのに消費税をその分が控除できないですので取引先は税額控除したいから課税事業者と取引をしたいもしくは、えー、と免税事業者とはしたくないというふうになったりもしくは免税事業者が課税事業者にならないといけないのではないかというのが今回の論点かと思います。とといいううわけでねイインボイス制度というものと どうして自営業者の方がきつい、もしくは危ないなとかね、消費税を払わないといけないんじゃないかという点について、ざっくりと簡単に説明をいたしました。インボイス制度自体はね、令和5年の、ね、10月からの予定です。今までね、免税事業者だった方が課税事業者にならないといけない、もしくはならざるを得なくなるんではないかっていう可能性があるということです。免税事業者の方はね、今までだったらね、売り上げが1000万円超えてないので、消費税の申告書をする必要がなかったんですけど、課税事業者にな なると例え売り上げが1,000万円を超えていなくても課税事業者を選択して申請してあの登録番号をもらって適格請求書を発行できるようにするってなると自動的に課税事業者へとなりますので消費税の申告消費税の税金の支払いが発生します。で先ほどもね紹介したんですけども要は取引先は仕入れ税額控除をしたいのでもしかしたらその仕事内容や、ね、業種によっては仕事の依頼が減る可能性もしくは他の取引先に変わられてしまうという可能性 が出てくるかと思いますもうですので、いっそね、対策としてですけど、まあ、売上を上げるというのがまず一つ目です。もう、1000万円以下だから、このメンだータとかじ、課税事業者っていうところに悩まされるので、もう売上を1000万円超えるように目指していって、もうどっちにしても課税事業者なんだからっていう風に割り切る。そうすると仕事の依頼も減る可能性はないですし、っていうのが一つの対策方法です。もしくはこちらです。それれででも選ばれるかかどうかです要は取引先 だけの方がま仕入れ税額控除はできなくてもそれでもあなたのところに仕事を選びたいもしくはどうしてもあなたがいいよっていう風に言ってくださる場合あなたのと一緒に仕事がしたいまあなたとのところでね仕事を依頼していきたいよっていう風に選ばれるようにするかもう本当どっちかが対策方法として考えられる方法ではないでしょうか要はもう免税事業者もなくなっていくんではないかなっていう方向に行くんではないかと思いますこのねインボイス制度がね発生してもね免税事業者のままでいけるよとか 仕事ができるよっていう仕事内容の方の中にはいらっしゃると思いますこれは取引先との関係性だったりとか取引先の規模だったりが関係してくる場合もあるかと思いますインボイス制度もね、自営業の方にとってはかなりちょっと辛いというかきつい制度変更まあ、新しい制度の導入になるかと思いますので今からねどうしていけばいいのかっていうのを、ね、少し考えていて自分がねどういう,ふうにこう売上を上げるのかまあ、それでも選ばれるようになるのかまあ、もしくはまあ、どっちにしても消費税は今までお客さんからももらっているんです課税事業者になろうという風に どういうふうに決めるのか。 っていうあたりがポイントになってくるかと思います。ぜひ参考にしていただけると幸いです。はい。オンラインサロンを私は運営をしています。税理士川南の会議室ということで、税理士をオンライン上で味方にすることができます。月学生の完全会員制、メンバーにならないと中身は見れないことになっています。最大のメリットが、まあ、個別相談ができるってことですね。普段私は相談ね、依頼すると1時間1万円という料金でやってますので、この月学生の完全会員制になると、好きな時に相談、質問が投稿上で、オンライン上でできること、最大の メリットやと思います。あと2つ目が税理士の裏側を公開しています。私が普段どうやってビジネスをね考えてしているのかとか、この差別化とかブルーオーシャーという裏側を公開していたり、えー、YouTube や TikTok の裏側もオンラインサロンのみに投げております。オンラインサロン気になる方は概要欄に URL 貼っておりますのでそちらの方から詳しい情報を見てみてください。はい、それではチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは本日インボイス制度についての動画の内容は以上になります。最後まで見てくださった方本当にいつも ありがとうございます。高評価ボタンやいいね、感想やコメント、またリクエストいただけると励みになるまでぜひぜひお待ちしております。それでは、税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた